FM79.3 メガヘルツ女川災害 FM です。まずメンバーが集まったメンバーが若かったっていうのも多分一個の要因になってるのかなって思うんですけど、高校卒業してすぐの子とかもいて、で自分たちなりに考える以外なかったので、じゃあどうやったら楽しい放送で、でなおかつ自分たちが聞いてて疲れない放送ってどういうのだろうっていうところから多分みんな考えて放送出してたのかなって思います。役割はもうとにかく女川の人たちの、まあ、少しでもいいんで利益になるようなこと、例えばイベントで心がこうあったかくなる、これも一つの利益だと考えれば、そういうなんていうんですかね、楽しい気持ちになれることとか、それから自分だけ知らなかったっていうので悲しい思いをしないっていうのを、結構町民の方で自分だけ知らなかったっていうのがないように、そのできるだけ情報の拡散と周知をしていきたいなっていう、それが多分うちの FM 局の役割だと思ってます。来年の3月までは続くんですけども、今後は、まあラジオという形を取らなくても、もしラジオが続くんであればそれの方がいいんですけど、あの続かないんであれば、またここをこう母体にしてまた別な活動ができるような、その情報発信、町民の方に向けての情報発信、もしくは外に向けての情報発信ができるような何かコンテンツを考えたいなっていうふうには思ってます。大歓迎ですね。町民の方からの情報が一番嬉しいですし、もらってなんかみんなに知ってほしいんだなっていう、自分だけじゃないんだなっていう気持ちが伝わるので、女川町はかなりの町が壊滅的な被害に遭いました。ですが地元で頑張っている方たちが本当に多い町です。で私たちも含めそれを日々感じております。もちろん県内外から来てくださるボランティアの皆さん、それから見に来たよっていうだけっていう方もたくさんいらっしゃいますが、その方たち一人一人と触れ合うのが私たちはとても楽しいです。なのでぜひ女川の地にですね、足を踏み入れたことがないという方は女川町に遊びに来てください。決して震災があった町以外のきっと魅力が見つかる町なんじゃないかなと私は思っています。